小泉あかねは、日本の女優、タレント、本名同じ、埼玉県草加市出身、テアトルアカデミー所属。2015年秋、スカパーのダンスチャンネルと名古屋テレビにて放送していた、マイイザムデンブユデンガチンコドラフトオーディション、番組に参加。ダンス審査や、歌唱審査、面接審査を受け合格し、2015年11月18日、 ダンスボーカルアイドルグループ、東京喫茶として、渋谷グラッドにてデビューする。2014年夏に参加したイベントをきっかけに、翌年2015年夏から自身で、プロデュース公演を立ち上げる。演出、構成、振付などのプロデュースを行い事務所にある地下の小さな劇場で、ファッションショーにダンス、歌、芝居を織り混ぜた、プルメリトゥーユーを成功させる。 その翌年2016年にも、プルメリトゥーユー2016公演をプロデュースし、成功させる。現在所属している、東京喫茶で振り付けを担当。ハイパーアロハウェ、ライジング太陽、ピッカピカサンビカ、ハリラリホー、ハーリーアップ東京、恋してんの知ってんの。あ、キューアンド、ファーストある、真っ白な夢の中で、なでしこパレード、彩れ、プレイグラウンド、 y y ワイルドアイドルグループクルいザケ、センターロードのニューギンガパラダイスの振り付けも担当。https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュウォッチ、<ht t Ps> <watch> v イコール u1115CO ジュジュレーゼフラダンス、ヒップホップダンス、タップダンス、ジャズダンス、バレエ、ファゴット、ドラム、絵を描くこと、ネイル、美味しいお店探しなど。 様々なダンス経験を活かし、現在所属している東京喫茶の楽曲や自身プロデュースの公演などでの振り付けも行う。毎週木曜日21時からレギュラー番組赤根の鋼公開生放送ショールームにて配信、幸せになるために東京喫茶2015年11月デビュー。スカッパーダンスチャンネルのオーディション番組。 マイイサムデンから生まれた8人組パフォーマンスグループ。プロデューサーは佐々木喫茶、沢、リケといったバンド、シンガーソングライター、ラッパーなどで活躍している制作人が担当。またメンバーは全員ダンサーとしての経歴を持つ。東京喫茶内のアホなメンバーで構成されている。派生ユニットアホ4天皇プラス1の帝王。アホ4天皇プラス1主催の 時間間違えたシリーズも不定期で開催。3曲入りジグザグノンストップ、ストレスモレス、東京喫茶2曲入りビタースイート、ハリラリホーハイパーアロハウェフリつけ。ジャケットデザイン小泉あかね初回限定版 CD9 曲入り、DVD 通常版、CD9 曲入り1、ライジング対応にジグザグノンストップ3、ストレスモレス4、ハリラリ法。 白井もゆでこ、ハイパーアロハオエ6、ビタースイート7、恋してんのし点てんの。アホ4天皇プラス18、東京喫茶9、ボーナストラック会場限定ファーストシングル発売、ア3曲入りピッカピカ3美カ、気まぐれスパークリング、Q&、ファースト裏2曲入りハーリーアップ東京、新東京喫茶なでしこペーパードを8曲入りなでしこ、ペーパード、彩れ。プレイグラウンド、ワイワイワイルド、 ハリーアップ東京、あ、気まぐれスパークリング、Q& ファーストウラ、ピッカピカサンビカ。ありがとうございます。